奈良線プラットフォーム、大阪線プラットフォーム構内構内不正規は、大阪府東大阪市長道一丁目にある、近畿日本鉄道の駅、駅長配置駅である。駅番号は、大阪線が D06、奈良線が A06。伊勢、名古屋方面と奈良方面へ向かう線路が分岐する、一大ジャンクションである。 東大阪市の市街地の中心部に位置するが、市役所は当駅の近辺にはなく、公共施設は隣の河内栄和駅周辺に多い。奈良線は書類上当駅を起点としているが、すべての列車が南馬線大阪南馬駅方面に直通し、当駅で折り返す列車は存在しない。運転系統上も大阪上本町駅を奈良線と南馬線の境目として扱っている。 また、大阪線は当駅から上本町までが複々線となっており、大阪線列車と奈良線列車は完全に分離されているが、当駅においても、駅の吊る橋方で複々線を上下に分け、プラットフォームを二重構造にすることにより、完全な立体化が達成されている。分岐駅でありながら、特急の大部分は通過し、快速急行は全て通過する。 2000年代の運賃制度の一部変更以降、普通乗車券、回数乗車券、団体乗車券で、奈良線河内江和駅方面と大阪線、春徳道駅方面の総合間を乗車するときに、当駅を通過する列車を利用して、鶴橋駅までの折り返し乗車が認められており、伏せ、鶴橋間の往復運賃の支払いを要しない。定期乗車券については、大阪上本町駅または、 鶴橋駅を経由として購入することが可能で、折り返し乗車が認められるほか、折り返し区間内の駅でも乗降できる。ただし、この場合の定期運賃は、折り返し区間のキロほどを通算するため、単純に、不正規乗り換えとするより高くなる。なお、運賃制度の一部変更以前は、不正、鶴橋間の重複乗車を認めていなかったため、 奈良線河内江和駅方面と大阪線、春徳道駅方面の総合間を乗車する場合は、当駅で乗り換えを行うか、あるいは鶴橋経由の乗車券を購入する必要があったが、運賃制度変更の際に重複乗車を可能としたことから、現在は鶴橋経由の乗車券は、定期乗車券を除いて廃止された。大阪線と奈良線のホームが異なる木座橋にあるという二層式の、 高架駅となっている。大阪線、奈良線ともに、島式一面二線のホームを持ち、その両側に通過線がある。通過線がある関係で、大阪線ホームが2.3番線、奈良線ホームが6.7番線となっている。改札口は2カ所設けられている。2018年11月13日における1日、上皇人民は39,370人である。 近年における1日乗降、乗車人員は以下の通り、東大阪市の商業の中心で、付近一帯に商店街が広がる。駅北側には、市営の駐車場と駐輪場が設置されている。北口には、大阪市ティバスと大阪バスの高速バス、空港リムジンバス、南口には、近鉄バスと大阪バスの一般路線バスが乗り入れる。 毎年5月の第2日曜日に東大阪市民触れ合い祭りが行われ、北口が触れ合い通り会場となるため、その日は大阪シティバスと大阪バスのバス停を北口から南口に臨時変更する。大阪シティバス、大阪バス近鉄バス、大阪バス。ありがとうございます。